全国の皆さん、こんにちは。ダイナマイファイン、スワロー。本日はオープン戦の模様をお送りしてまいります。解説はパンチョ伊藤さん、実況は私、西田義雄でお送りいたします。パンチョさん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしく。パンチョさん、受験シーズンも終わりに近づくと、いよいよ就寝近しですね。そうだね。楽しみですね。さあ、お待たせしました。まもなくプレーボールです。9回裏、2アウトランナーはありません。チャンスはなければ作りましょう。なせばなる、なさねばならぬ。ゆっくりと腕を振り上げ、投げた。空振り三振。また三振を取りました。気持ちいいくらい三振取りますね。見ててそう。15回裏、2アウトランナー二塁。立浪、ここで打てば今日のスポーツニュースの画面は独占できますよ。ま、そこまでよい。セットポジションから投げた。この当たりはレフトへ上がった。これは両チームとも譲らずに引き分けとなりました。両チームともお疲れ様でした。ほんとお疲れ様。それではこの辺で熱戦の余韻残るスタジアムからお別れします。さようなら。全国の皆さん、こんにちは。マリーンズ対ダイナマイト。本日はオープン戦の模様をお送りしてまいります。解説はパンチョ伊藤さん、実況は私、西田義雄でお送りいたします。パンチョさん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしく。パンチョさん、先月のバレンタインデーで虫歯になった選手もいるかもしれませんね。ああ、やっぱり。まあ、しょうがないでしょう。さあ、お待たせしました。まもなくプレ9回裏、ワンアウトランナー二塁三塁。ここはピッチャーを変えますかね。選手も苦しいんですけどね。オーナーも見ていて辛いでしょう。セットポジションから投げた。打った。当たりだ。センター飛びついた。走った。滑り込んだ。タッチアップでホームイン。マリーンズ僅差で勝利をものにしました。ダイナマイト、ここというところでもう一本出ませんでした。でもね、まあ悪くはないですよ。解説はパンチョ伊藤さんでした。パンチョさん、今日はどうもありがとうございました。
どうも。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。テレビの前の皆さん、こんにちは。ダイナマイトパイベンチパーク、本日はオープン戦の模様をお送りしてまいります。解説はパンチョ伊藤さん、実況は私西田義雄でお送りいたします。パンチョさん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしく。パンチョさん、やはりまだまだ寒い季節ですから、ベテランはベンチの中ですかね。そうだね。まあこの時期ベテランはマイペースでいいですからね。さあ、お待たせしました。まもなくゲームが始まります。1回裏、ツーアウトランナー3塁。この場面、パンチョさんだったらどうしますか？まあここはこのバッターに期待しますよ。セットポジションから投げた、打ちました。内野を越えてライト前へ、二塁へ送球、ホームイン。ここは大事に攻めていきたいですね。まさに今がタイムリーですからね。セットポジションから投げた、打ちました。センターを抜けるかという打球、これを防ぎました。7回表、ノーアウトランナー1塁2塁、まあ、こういう時監督は祈るような気持ちですかね。胃が痛いでしょうね。セットポジションから投げました、打ちました。レフト右、走るが追いつけません。フェンスに当たって負傷ボールが返り、二塁へ送ります。ホームイン。二塁へ滑り込んでタイムリーツーベース。ここはピッチャーにかけるしかないでしょう。この選手と心中覚悟ですか？クールに行きましょうよ、クールに。セットポジションから投げました、打った、ファーストへのフライです。ここは何に注意しなくちゃいけませんかね。オーナーがね、
現場のスタッフを信用しないことですかね。セットポジションから投げました。コントロールが定まりません。フォアボール。今日は球が浮き気味ですね。ストライクが取れませんね。ここは何に注意しなくちゃいけませんかね。バッテリーが焦らないことだと思いますね。セットポジションから投げました。打ちました。キャッチャーが取ります。一塁へ。アウト。アウトです。7回裏、ノーアウトランナー一塁二塁。さあ、狙い球はズバリ速球。あら、セットポジションから投げた。打った。大きいぞ。これは見送った。勝ち越しの一発が出ました。がっくりと肩を落とし、最後まで振り抜いてましたからね。コースが少し甘かったですね。8回裏、ノーアウトランナーなし。パンチョさん、先日はノボを見に向こうへ行ったそうですね。まあ、ちょっ、大きなためを作る。投げた。バットが空を切りました。パンチョさん、打つ気あるんですかね。ダイナマイト。接戦を制しました。今日の一戦を振り返って、パンチョさん。そうだね、なかなかいいんじゃないですか。解説はパンチョ伊藤さんでした。パンチョさん、今日はどうもありがとうございました。どうも。それではこの辺でお別れします。さようなら。